こんばんは、いきまるチャンネルです。キュキュキュはい、今日はですね、チャンネル紹介したいと思います。はい、実は僕が、ね、単体で喋ってるやつは作ってあるんですけど、まあ実際そのこと、その時と中身変わんないんですよ。うん、ただ新しくね、登録してくれた方向けにもう一回作り直そうかなっていうことで今回動画を作っております。はい、なのでちょっとね、その紹介動画を作っていこうと思うんですけども、大丈夫ですか？はい、大丈夫です。微妙な間があるはい、じゃあとにかく結論なんですけど、うちはペットチャンネルではございません。はい、うちはホームビデオ、まあ、ゆきまるくんの成長記録を兼ねて家族という視点で、まあ、なんか YouTube の私物化をして配信しておりますね、その辺だからもう自由なんですよね。そうなんです。 Vlog みたいなもんですね。あ、そうそうそう、 Vlog に毛が生えた感じ。毛が生えたでたまたま自分の息子がゆきまるくんだったっていうだけで、なんかたまにあのペット動画だけとかペットを見たいとかっていうコメントがたまに来るんですけど、ペットだけ見させてくれってね、はい、なんかそういう方はちょっと違うチャンネルを見た方がいいのかなって。まあそのいやだってそうじゃない、うちはだって逆にね、ギーちゃんが主体にはなってるけどホームビデオですから、はい、もうなんかその辺はゆるく配信しているっていうのもあるんですけど、そうですね、ゆきまるくんを見たい場合はショート動画とか、サイレント動画を見ていただければいいかなとは思います。はい、はい、それじゃあね、今1日3本ぐらい動画をね更新してるんですけど、その中でも最初朝8時くらいに投稿しているショート動画、こちらどんな動画でしょうか、ママさん。あれはですね、仕事前学校前にあの元気が出るようにギーちゃんの良さがギュッとこう凝縮して面白く元気が出るようにパパさんが作ってます。はい、まあ短いやつね。そう、よくあの笑えるんじゃない、あれは。あープルってもうこれは完全にね、趣味の領域ですごい編集を多めにしているんですけど、うん、まあなんか自分の見ている景色とか世界観を編集で表現しているような感じなので、たまに編集多めって言われるんですけど、もうなんか逆に足りないぐらいです。で次にお昼頃にサイレント動画というのの動画を上げているんですけども、こちらはママさん、どんな動画でしょうか。そうですね、あのお昼の休憩時間に静かにこっそり見れるんじゃないかと。音のない世界なので音量つけてあんまり見れない人とかあるじゃない。うん、すごい、あれはあれですごくあのいいんじゃないかなって思いますね。だいたい3分ぐらいの動画ですね。うん、なんかあの編集はあまり入れてないです。サイレント動画はどちらかというとショートの続きみたいなことでやることが多いんですけど、まああんま編集してないやつを見たいって方はこちらを見ていただければいいかなっていう感じですね。はい、でショートもサイレントもどちらかというとゆきまるくんが主体になっています。はい、もうほぼゆきまる氏だけっていう感じですね。だからもうほとんどコンテンツの大半はゆきまるくんで構成されています。はい、で最後に8時くらいに上がる動画なんですけど、はい、こちらはどんな動画でしょうか。 Vlog です。Vlog です長めなんですよね、ちょっと。そう、ちょっと長くて、あのそうね、ショート見て物足りない人とか、ちょっとギーちゃんってどんな感じの鳥なんだろう、鳥さんなんだろうみたいなね、うん、そういう方があの見てくれるとギーちゃんの生活が分かるんじゃないかなって。もう8時のやつはもう完璧に僕らの生活みたいな感じですよね。そうですね、ま、とにかく毎日ですから、うん、もう包み隠さずですよね。どっちかっていうとご飯を作っている時が多いですよね。どうしてもね、あ、時間帯もありますよね。うん、ママさん帰ってきてからね、なんだかんだするって言ったらもうご飯の時間ですからね。そうです、たまにお出かけとかしてますね。まあそんな感じでだいたい1日3本の動画でこのチャンネルは構成されております。はい、
じゃあね、ママさんが初めて見る方に向けてメッセージを出すとしたら、はい、まあ、うちのチャンネルこういうのですよとか、こういう見方をしていただければ幸いですみたいな、そういうメッセージがあればお伝えしていただきたいんですけど。そうですね、あのパパさんも言うように鳥チャンネルではありません。はい。もうなぜあのきっかけはこのギーちゃん、はい、かわいいギーちゃんをもっと広く皆さんに知ってもらえたらなっていうのがきっかけですよね。そうですね、作り出したのが、うん、で、パパさんがもういろいろ編集して3本に分けてるんですけど、やっぱりこう3本違う見てるご視聴者、の方違うじゃないですか。そうですね、年齢層も、はい、でショートなんかは多分本当に若い子、うん、もう小学生とか中学生、そう、高校生大学生ぐらいから楽しめるんじゃないかなと、はい、でサイレントは私のイメージね、うん、あの会社勤めしてる人とかあのアルバイトしてる人がちょっと休憩に、あ、癒されたいな、ちょっと今日なきついな、ちょっとギーちゃん見て元気出そう、もうもらおうかなみたいな、そんな感じで、メインはもうほんとギーちゃんの生活そのものなので、うん、もうよりギーちゃんのことを知りたい人が見てもらえるように、うん、作ってますね。はい、でもう最初から言ってるんですけど、もうやっぱりギーちゃんが癒し、みんなの癒しになってくれるんじゃないかなって、あの私たちもこうやって暮らしてて一番癒しをね与えていただいてるので、あのすごくその力というかパワーがあると思うんです、うん、で私はいつもキラキラキラってやってるのは、私はもうギーちゃんは本当にキラキラが見えるわけですよ。光らせてるでしょ。そう、あの光だから、はい、ね、だからまあ今後ともねそうやってほら分けて作ってるけど、うん、いろんな楽しみ方ができるので、うん、皆さんに、うん、りーちゃんの良さを分かってもらえたらなって思います、うん、はい、ちょっとうちのチャンネルの注意点というか、まあこういうとこは違うよってとこなんですけど、鳥チャンネルとかペット系のチャンネルではないので、なんだろう、鳥さんだけじゃなくてみんな主役なんですよ。たまにね、ペットが主役でしょうっていうコメントが来ることもあるんですけど、そうじゃないと、ホームビデオですと、はい、ちょっと一歩引いた目線で、まあ、うちのね家族を僕らもたまに振り返って見ることがあるんですけど、あ、ギーちゃんこういうことしてたなとか、そういう意味で使ってるので、なんていうか、そういうもみんなが求めてるものとはちょっとずれるかもしれないですね。そうだね。そして鳥チャンネルでもないので、例えば鳥さんの飼い方とかこういう風に接してくださいとか、そういうのは主体的に発信していません。で家族チャンネルなので、まあ、個別にその発信していく、例えばママさんと僕の出会いなんていうことは一切発信してないわけですよ。やめてよ。だからそういう部分で勘違いされている方ももしかしたらいらっしゃるんじゃないかなと。あ、鳥チャンネルで素晴らしい方々とかはもうほら、こういう風にすると信頼関係が築けますよとかさ、いろんなのあるじゃないですか。はいはいはい。たまに僕らもやるけど、そういうのはメインじゃないと、うん、もう Vlog みたいなもんですから、ね、っていうのを注意点としてちょっとね、うん、聞いていただければいいなっていう感じがあります。はい、あのさっきから申していますが、鳥チャンネルではありませんが、見た目あのオウムの姿ですよね。そうです、オウムですが、もう中身は人です、はい、人間なんですね。でよくあのコメントにもあるんですけど、ギーちゃんは天使みたいだと、ね、私もそう思うんです。この人、この人なのでもう鳥としてどうこうじゃなくて、本当に家族なので、皆さんもそんな感じでギーちゃんを見てもらえたらなって。わかる、わかる、うん、ゆきまるファミリー、そう、そうなのよね、ギーちゃん。ギーちゃんは鳥？人？返事しない。した。今なんか言った。はい。はい。じゃそんな感じでね、このチャンネルを見て引き続き理解した上で応援してくださる方は、ぜひゆきまるファミリーとして見ていただければいいかなと思います。はい。
そんな感じでよろしいでしょうか。はい、引き続き応援の方よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。はい、各種 SNS もやっておりますので、 Twitter、Instagram、TikTok のフォローもよろしくお願いいたします。はい、では次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。